9月22日週刊女性プライムで元ニュースのメンバーである手越祐也がかつてレギュラー出演していた人気番組「世界の果てまで行って旧日本テレビ系に2024年10月から復帰すると報じられた手越祐也がかつてレギュラー出演していた人気番組「世界の果てまで行って旧日本テレビ系に2024年10月から復帰すると報じられた 写真あり手越ゆやの弁当を配達姿これについて記事内で、手越の事務所は復帰を否定、しかし、視聴者からは意外な反応が聞こえていて、手越さんは、2020年6月にジャニーズ事務所、当時と契約解除し、所属グループのニュースを脱退、それと同時にイッテも降板していました。イッテ内での手越さんは、アイドルとは思えない厳しいいじりを乗り越え、 過酷なロケに挑むことでで人気を博ししていたた主力メンバーでした今回の記事では2024年8月に手越さんがフランスに訪れたのが一ッテのロケだったとしていますがこれについて手越さんの事務所は否定日本テレビは回答していません芸能記者この報道が出ると X 上ではこんな意見が続出したのだ一ッテ帰ってきてほしいな正直 手越さんいなくなってからあんまり面白くない。10月からイッテ見るぞ、テゴシくん、復活噂されてるもんね、テゴシがいないイッテはつまらない。え、イッテにテゴシ復帰するのを、本当だったら絶対に見る。テゴシいなくなってからつまらないから見なくなってた。報道の審議よりも、テゴシの復帰を期待する声ばかりが聞こえている。9月18日に、 日本テレビは全8回の期間限定の新番組お試し1って9を10月6日から放送すると発表しましたこれは世界の果てまで1って9のスピンオフ番組で2024年4月に開催した1って9の新メンバー発掘オーディションで選ばれたメンバーが海外ロケに挑戦するものだそうですかつては視聴率20%を記録する回もあった1って9 ですが、最近は2桁に届かない回も増えています。そこで番組側も、テこ入れ、として考えたのが、発掘オーディションだったのですが、この評判が視聴者からかなり悪かったんです。前室芸能記者。かつて精力的に海外ロケをこなしていた妹綾子も、2022年に男児を出産。ロケの頻度は、かなり減っている。この番組の売りは何と言っても。 海外ロケでの思い切りのいい企画でしたが、井本さんの出産以前からコロナ禍もあり、海外ロケができない状況。